はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。おめでとう。星の欠片はすごい。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。とりあえず農園。作物ができてるね。農園に行きますか。プレゼントが届いてるよ。頑張るぞいということで、気合い十分だね。いい感じだね。ベストバ体重は何キロだろう。今回はですね、10月5週秋の天皇賞に出走させたいと思います。元気だね。お、嬉しいか。よしよし。残りは54周ですね。半分を切りました。さあ、頑張っていこう。元気だね。あとな。天皇賞秋は5週ですね。スイートカレント、藤田騎手もいるけど後藤騎手かな。海老名騎手行きましょう。はい、何です。やっぱりこれがベスト馬体重ですね。いい感じだね。まだまだ重い。クエスト達成、やったね。さあ、頑張っていこう。いい感じだね。お、嬉しいか。よしよし。今週はレースがあるよ。これ良い状態で出せそうですが、はい、パートナー調教ですね。スタミナいい仕上がりだね。これプラス2キロで、お、嬉しい。はい、何です。ベスト馬体重のまま秋の天皇賞に出せます。前回 SWBC2 着でしたね。なんだこれ。アルフィーセカンド。まあここはしっかり勝っておきたいとこですね。再始動。さあ、どんなライバル馬が出てくるか。一番人気。もちろん 1.2 倍、一番人気です。ただいまより投票受付を開始します。見てみましょう。丸にグリグリですね。丸がついている馬がダンスインザムーとスイープ東証。大和メジャー、コスモバルク。まあ、この中で言えば大和メジャーでしょうかね。この距離ならば。さあ、印がついてない馬の方が来るんじゃないかっていう。あ、間違えた。印がついてない馬の方が来るんじゃないかなっていう。栄光の天皇盾へと向かう東京競馬場、2000メートルのスタート地点。果たしてどんなレースをするんでしょうか。さあ、飛び出した12頭、まずまずのスタートを切りました。さあ、先行するのは何か。ダンスインザムードがかわしていきました。ローエングリンがそのうちにいます。それからインティライミ、10番オスモバルク、8番ダイワメジャー、そして6番手に11番アドマイヤムーン、そのうちに浅草田園、そしてその後ろから桜メガワンダー、スイープ東証7番スイープトカレント、それからもう1頭4番ファスト立山、片野バイアリー、黄色い帽子が馬込みで揺れています。もう一度先頭に戻りましょう。1番ローエングリーンが先頭です。これを追って12番インテライミでありますダンスインザムード、それから10番コスモバルク、まもなく第3コーナーに差し掛かります。それから8番ダイワメジャー、その後ろ3馬身くらいあってアドマイヤムーン、9番浅草田園、桜メガワンダー、そしてその後ろからスイープ東証、それからスイープトカレント。さあ、あなたの相棒は大舞台で力を見せつけることができるのか。片野バイアリー、直線伸びてくるのかどうか。さあ、先頭はローエングリーンが1馬身リード、片野バイアリーも追い込んできた。さあ、大波乱になるのか。ローエングリーンが抜け出したダンスインザムード、懸命に追う、外から懸命にインティライミ、先頭柴田とローエングリーン、3番手にダンスインザムード、インティライミがかわした浅草田園、懸命に外を通って浅草田園、頑張る頑張る、五十嵐とオスモバルク1着、片野バイアリー、末脚爆発、まるで疾風のごとき走りです。いや、結構前が止まらないんで危ないかなと思いました。最後力強く伸びてくれました。やったね。1着6枚なんだ、秋の天皇賞って。3着11、次は有馬記念じゃないですかね。以上のように確定しました。まだまだ先は長いよ。本当にクエスト達成、やったね。さあ、頑張っていこう。無理ですね。さあ、チーズもありますが、なんだこれ、調子回復300はすごいな。でもメロンもあるんですよ。メロンもいいんですよね。メロンいきましょう。いい感じだね。で、放牧。調子が落ちた時はいいんですけどね。頑張っていこう。そうじゃない限りはあんまりお得じゃないかも。どうせだって休養すれば疲れは取れるわけですからね。さあ、頑張っていこう。もう1週ぐらい休ませるかな。さあ、頑張っていこう。で、有馬記念に出すっていう方法でいいと思うんですよね。有馬記念結構出してるわ。さあ、頑張っていこう。516キロだ。有馬記念って、ああ、でも2回チャレンジして3着2着なんですよね。1回も取れてない。あと3度目の正直で、取っておきたいところです。それにそうそう、1万超えも目指したいですからね。エミナって実は初騎乗だったのか。あ、いや、条件戦では乗ってるのか、エビナ。秋天は初だったんですね。春天も、春秋で制覇ですね。天皇賞。宝塚を取ってるんで、有馬を取ってグランプリダブル制覇とも行きたいところです。はい、というわけで、ぜひ。次回有馬記念ももう有馬記念登録しとこう。ご当基地にしましょう。有馬記念も期待してみてください。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。またブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。というわけで、ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。